腹筋は全身の筋肉のたった 1% しかありません。だからウエスト細くしたい、くびれ作りたい、腹筋割りたい時に腹筋運動だけやってもお腹痩せできません。今回は証拠として腹筋運動なしでたった1回でウエスト、さらに太もも細くなるストレッチご紹介します。本気出せたい人はメジャーを使ってウエスト、太ももビフォーアフター計測してみましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきます。膝曲げた状態から片方ずつ伸ばし切りましょう。ふう、呼吸止めないようにしましょう。ふう、ゆっくりなのでしっかり膝を伸ばし切ることが大切です。スピードは重要ではないです。膝を伸ばし切りましょう。ふう、きつい人はこれぐらい低い位置でもいいのでしっかり伸ばし切りましょう。逆に余裕がある人はなるべく高い位置で伸ばし切ることが目的です。高く上げることが目的ではないです。伸ばし切ることが目的です。ふう、呼吸止めないようにしましょう。ふう、ラスト1回しっかり伸ばし切る。 OK。 そしたら次はこの状態から片足ずつ上げていきます。ふう、前ももをお腹に近づけるイメージです。ふう、ゆっくりで OK です。ふう、普段動かさない範囲までしっかり足を上げることが目的です。ふう、なるべく前ももをお腹に近づけるイメージで行うといいと思います。ふう、呼吸は止めないようにしましょう。ふう、で肩首力入っちゃうとすごい疲れちゃうので変な力ね入らないように意識しましょう。ふう、呼吸止めないで、スピード勝負じゃないですよ。ゆっくり自分のペースでいいです。ふう、よし OK。 次はみんな大好きな自転車漕ぎやっていきます。こんな感じで大きく円を描きます。なるべく高い位置で大きく円を描きましょう。これもね、スピードっていうよりも普段動かさない範囲で動かしたいので、なるべく大きく高い位置で円を描きましょう。ふう、呼吸止めないようにしましょう。腰が痛い人はお尻の下にこんな感じで手を入れると良いと思います。ふう、なるべく大きく円を描く。呼吸は止めないで頑張って、この次の種目休憩です。あともう少しだけ頑張って、もしきつかったらサボってもいいし、ちょっとね再生速度を調整してもいいです。自分がやりやすいペースでやりましょう。オッケー。次はカエル足パタパタです。こんな感じで膝を外に開きましょう。ゆっくりパタパタ開きます。できる人はこうやってね足の裏合わせておくと良いと思います。硬くてね足の裏つかないよって方はこんな感じでもいいです。痛みがない範囲で膝を外にパタパタ揺らしましょう。これはね休憩ストレッチの種目です。ふう、呼吸止めないで。でね、あんまり無理にギューってやると腰とか膝が痛いって方もいると思うので、痛くない範囲で休憩、ゆるーくパタパタしましょう。ふー、よし OK。 そしたらもう一回膝曲げて右足だけ大きく回します。内から外に回していきましょう。ゆっくり大きく回します。時計回りと反対、反時計回りですね。内から外に股関節回してみてください。ふう、股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さくね痛みない範囲で回しましょう。ふう、痛みがなければなるべく大きく回す。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 ふう、次左足いきます。内から外に回していきます。時計回りのイメージです。内から外へ回します。こっちもね股関節ゴリゴリなるよって方、痛みがなければ大きく回す。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。ふう、呼吸止めないようにしましょう。で股関節ねゴリゴリなるのが気になるよって方すごい多いので、一応その専用の動画ありますので概要欄貼っておきますので、どうしても気になる方はねぜひ見てみてください。スピード勝負じゃないですよ。きつかったらサボってもいいし、再生速度ね調整して自分がやりやすいペースで最後まで一緒に頑張りましょう。 OK。 そしたら次、膝曲げたままですね、ゆっくりお尻を持ち上げます。こんな感じです。ふう、膝同士つけておいた方がよりね裏ももお尻に効きます。ふう、ゆっくりお尻持ち上げる。ふう、こう裏ももお尻触って、あ、硬くなってるなって感じがあれば OK です。ふう、腰が痛い人無理しないで。ふう、どうしてもねお尻上がんないよって人は手を床についてこうやってズルしたりとか、肘をね床の床を肘でこうやって
押してもいいです。ふう、お尻、裏腿を使う感覚がかかれば、ちょっとね、こうやって手を使ってズルしても全然 OK。 ラスト1回 OK。 ふう、次は左足を右こっちに持ってきます。腰、お尻、背中伸ばすイメージです。左膝をね、なるべくこうやって床につけておいて、この左肩なるべく床に近づけるとお尻、腰、背中伸びてきます。これはね、休憩ストレッチなので無理にギューって伸ばすと腰痛めたりしちゃうので、気持ちよく伸びてるなーって感じで OK です。ふう、呼吸止めないようにしましょう。で、最初にね、腹筋運動だけで痩せませんとお伝えしたので、ちょっとだけ今から解説しますね。 OK。 次、逆足いきましょう。右足を左こっちに持ってきます。右膝しっかり床につけて、この右肩もなるべく床に近づけましょう。ふう、ね、なんでこういう動画作ろうかと思ったかっていうと、腹筋をね、毎日50回とか100回やってるんですけど、痩せませんっていう女性からすごい連絡いただくんです。で、それだけだと、もちろん腹筋自体はいいことなんですけど、それだけやっててもね、なかなか変化出ないので、全身必要ですよってことをお伝えしたくてこの動画作りました。なんで腹筋運動しちゃいけないって意味ではないです。実際僕もね、腹筋の動画出します。だからね、腹筋運動とこういう全身のストレッチ掛け合わせてやりましょう。で、次の種目から横向きになります。右向きになりますよ。オッケー。スマホ持ったまま右向きになります。スマホは顔の前に置いておきましょう。そしたら右足はちょっと前に出しておいて、この左足真上に上げます。ふう、上げる。このお尻の横使う感覚ありますか？ふう、しっかり高く上げる。このお尻の横です。こうやって触って、ああ、動いてるなーって感覚あれば OK です。前ももとか外ももね、使っちゃう方いると思うんですが、多少使ってもいいです。このお尻の横を使ってる感覚あれば OK。ふう、呼吸は止めない。ふう、あと少し頑張って。ふう、OK。ふう。そしたら次はね、この体勢のまま股関節動かしていきます。下から上にこんな感じで持ち上げるイメージ。下から上に持ち上げる。ふう、大きく回しましょう。ふう。これもね、痛みがある方、痛みない範囲で OK です。で、よく股関節回し、どっち回しかわかんないよって方いるんですが、どっちかね、回しちゃいけない方法はないので、仮に僕と逆になっちゃっても OK です。ただね、基本的には今は下から上に向かって僕は回してます。こんな感じでね、やっていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。あと少し。頑張れー。OK。したらちょっと休憩も兼ねたストレッチ。右足は前に出しておいて、左手で左足首をつかみましょう。左の前ももを伸びてくれば OK です。いまいち伸びないよーって方は、わざとね、こう腰を丸めて猫背を作ると、より前もも伸びてきます。ちょっとね、こう腹筋を縮めておくイメージです。腰を丸めるとより前もも伸びます。前もも伸びてる方はね、そのフォームで OK です。呼吸止めないようにして、前もも伸びてれば OK。ただ肩ね、変にこんな風に力入んないようにしましょう。呼吸は止めないで、前もも伸ばすことが目的です。ふぅー。OK。次は、左足を一歩前、こんな感じにしておきましょう。この状態で下の右足持ち上げます。ふぅ。上げる。ふぅ。この右の内ももを使う感覚ありますか？こう空いてる手でね、内もも触ってみて、あ、使ってるな、硬くなってるなって感覚あればそれで OK。ふぅ。足を高く上げることが目的じゃないですよ。内ももを使うことが目的。ゆっくりでいいので、内もも、ああ、使ってるなーって感覚を感じながらやっていきましょう。ふぅ、きつい。呼吸止めないで。ふぅ、頑張って。はぁ、あ。ふぅ、ゆっくり内ももを意識して、きつかったらサボってもいいし、再生速度ね、調整してみてください。OK。そしたら、一回膝曲げて、こんな感じで楽な状態にして、手を、万歳です。左手万歳して、内、外にくるくる回していきましょう。しっかりねじる。ゆっくりでいいから、普段動かさない範囲でねじりましょう。二の腕付近を引き締めます。これもスピード勝負じゃないですからね。ゆっくり普段動かさない範囲でねじる。ねじる。呼吸止められて。きつい。ゆっくりねじって。頑張れ頑張れ。で、この次の種目から逆向きになります。スマホ持って、皆さんは寝返り打ちましょう。
オッケー、じゃあスマホ持って寝返り打ちましょう。そしたら次、左向きに横向きになったらスマホは床に置いておきましょう。左足前に出してこの右足真上に上げていきます。ふう、頑張れ。ふう、お尻の横、ここ使う感覚ありますか？きついな。ふう、自分のペースでいいですよ。きつかったらどんどんサボっていい。ふう、再生速度調整してね。自分が乾燥しやすいペースにしてみてもいいです。ふう、お尻の横使うことが目的。きつかったら無理しないで、自分のペースでいい。ふう、はあ、きつい。あと一回頑張ろう。オッケー。そしたら、こうやって左足前に出したまま、右の股関節、大きく回していきます。下から上、下から上、こんな感じです。大きく回す。ふぅ。これもね、ゴリゴリになるよって方、痛みがなければ大きく回していいですが、痛みがある方はね、ゆっくり、小さく痛みない範囲でいいです。で、横向きの時はね、こうやって枕とか、入れるといいんですが、枕、クッションないよって方は、自分でね、セルフ腕枕してもいいんじゃないかなと思います。大きくます。呼吸止めないで。オッケー。そしたら休憩も兼ねた前ももストレッチ。左足は前に出したまま、右手で右足首を掴みましょう。右の前もも伸びてれば正解です。いまいち伸びない方は、ちょっとね、わざと腰を丸める。わざと猫背を作るイメージ。それで足を後ろに引くと前もも伸びてきます。僕の説明がね、いまいちわかんないよって方も、前もも伸びてれば、それで結論 OK です。問題ありません。ふぅ、腰とか肩痛い人は無理しないでください。呼吸だけ止めないようにしましょう。ふぅ、伸びますか。OK。次、右足を前に出して、下の左足持ち上げます。内ももです。使いたいな、内もも。ふぅ、しっかり上げて、こうやって空いてる手で内もも触って、あ、動いてるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK です。スピード勝負でもないし、高く上げることが目的でもないです。内ももを意識して使うことが目的です。ふぅ、ゆっくり自分のペースでいいですよ。呼吸だけ止めないで。ふぅ、頑張ってあげて、内もも使って。きつい。あと少し頑張れ。きつかったらサボってもいい。頑張れ頑張れ。あと少し。ふぅ。オッケー。そしたらこうやって膝曲げて、楽な状態にして、右手を上げて、内外にしっかりねじっていきましょう。ふぅ。そうそう、しっかりねじる。ねじる。ふぅ。呼吸を止めないで。ふぅ。頑張れ。ふぅ。どうでしょう、皆さんついてきてますか？あのね、最初に僕メジャーでウエストとか太ももを測りましょうってよく動画の最初に言うんですけど、もしね、メジャー持ってない方いたら、アマゾンとか楽天でも普通に売ってるんですが、それよりちょっと高かったりするので、近くの100円ショップで100円で買えますので、ぜひ買ってみてください。で、この次からうつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。OK、スマホ持ってうつ伏せでーす。よし、スマホは顔の前に置いておきましょう。もう上半身べちゃっと寝ちゃって大丈夫です。かかとでお尻をタッチするイメージで、ゆっくりパタパタ動かしていきましょう。ふぅ、呼吸止めないで。ふぅ。で、こうやって空いてる手で、裏ももとお尻の境目あたり触って、あ、ここの筋肉使ってるなーって感覚あれば、より良いです。意識して裏ももお尻使いましょう。どうしてもね、感覚ないよーって方は、なるべくかかとをお尻に近づけるイメージで OK です。ふぅ、かかとがね、お尻つかなくても全然問題ないです。自分のペースでパタパタ、ゆるくやりましょう。ふぅ。オッケー。次、みんな大好きな、スーパーマンという種目やります。両手万歳して、手と足同時に持ち上げる。ふぅ。背筋、お尻を使います。腰痛い人は絶対無理しないでください。ふぅ。頑張れる人は手と足なるべく高く上げるけど、腰痛い人とか、釣りそうな人は絶対無理しちゃダメ。低い位置でもいいです。お尻、背中使ってる感覚ありますか？頑張って。きつかったら、一回止めてサボってもいい。頑張れ！スーパーマン、きつい！ふぅ、肩腰痛い人絶対無理しないでくださいね。呼吸は止めないで。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あと少し。ふぅ、きつい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 。オッケー。次は、左手で左足首掴んで、
左の前ももストレッチしていきます。かかとをね、なるべくお尻に近づけると前ももが伸びてきます。どうでしょう皆さん、前もも伸びますか？ふぅ、いまいち伸びないよって方はもうちょっとね、つま先の方を持って、つま先をね、お尻に近づけるイメージやると伸びるかもしれないです。ただこの時に注意してほしいのが、このね、肩、力入らないように意識してほしいです。前ももを伸ばすことが目的です。前もも伸びてればね、それで OK です。ふぅー。OK。次逆足。右手で右足首掴みますよ。こんな感じ。かかとをしっかりお尻にぎゅーっと近づけると、前ももが伸びてくると思います。ふぅー。前もも伸びますか？いまいち伸びない方ね、つま先の方を掴んでみると良いと思います。僕のね、このズボラストレッチは、ズボラで、なかなかね、ストレッチとか運動習慣ができない方向けなので、一回でね、何かしら変化が出るように、どの動画も仕組み作ってます。今回の動画はね、一回で細くなるっていうのが、売りなので、ぜひね、メジャーで測ってみてください。ふぅー。よし、オッケー。そしたら足下ろしましょう。そしたら、なるべくこうやって足閉じておいて、この状態で、お尻の穴をぐっと締める、緩める。お尻の穴ぐっと締める、緩める、繰り返しましょう。ふぅ。いまいち意識できないよーって方は、手でお尻触って、お尻の筋肉がね、ぐっと硬くなってれば OK です。お尻の穴締める、緩める。ゆっくり自分のペースやっていきましょう。ちゃんとね、お尻の穴の筋肉使えると、内ももの方までね、ぎゅっと力入る感覚があると思います。ふぅ、わからない方はね、大丈夫です。練習してるうちに、意識できるようになってきます。一緒に頑張りましょう。ふぅ。よし、オッケー。そしたら、もう一回、スーパーマンって言いたいんですが、それだと面白くないので、スーパーマンクロス。右手と左足上げる。左手と右足上げる。ふぅ。対角線上に手と足を上げます。ふぅ。腰、お尻、筋肉使ってる感覚あれば OK。ふぅ。ただ肩腰痛い方絶対無理しないで。ふぅ。頑張れる人はなるべく高く上げて、対角線上に手と足を上げます。きついよね。きつい。頑張れ、あと少し。ふぅ。最後の10秒ね、サボってもいいですよ。頑張れるところでやりましょう。きつい。頑張れ。ふぅ。あと少し。ふぅ。クロス。ゆっくりでもいいから。頑張れ。自分のペースでいい。ふぅ。呼吸は止めないで。ふぅ。オッケー。そしたら最後の種目です。上半身べちゃっと寝かせちゃって、左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の横、この辺ですね。伸びてる感じあれば OK です。ふぅ。伸びますか？つま先をね、向こうに向かってぐーっと伸ばす。イメージとしては、誰かにつま先をね、引っ張られてるイメージであると伸びやすいかもしれないです。ただ肩腰痛い方は無理しないことと、あと、呼吸はね、止めないようにしましょう。ふぅ、どうしても伸びないよって方は、ちゃんと肘はつけておいて、いろんな角度でね、あ、こうしたら伸びるかなーって位置をね、自分で探してみましょう。ふぅ、オッケー。反対行きましょう。これで本当に終わりです。右足を左、こっちに持っていきましょう。右のお腹の前面伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？つま先なるべく遠くにぐーっと伸ばしましょう。もうね、ここまで頑張った方は全然ズボラじゃないですよ。こうデータでね、僕見れるんですけど、みんながみんなズボラストレッチ最後まで完走してるわけじゃないんで、ここまでやった方はもう素晴らしい、すごいです、それだけで。でね、いろんな疑問出ると思うので、わからないことを気軽にコメントで質問いただいても OK です。で、皆さんのね、すでに出た疑問に答えてるのは、概要欄のサブチャンネルとか、ズボラストレッチの無料の教科書で回答しますので、ぜひ見てください。ふぅー。よし、OK、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。皆さんもね、この T シャツの通り、明日から本気出しましょう。一緒に頑張りましょう。もしもこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。